迷った時はイニミニマイニもどれにしようかな。神様の言う私たちもすごく嬉しいです。明日はですね、ののセレクションパーティーです。イエーイ。どんなライブになりますか？明日はですね、京都はちょっと雰囲気も違って、配信ライブだからこそ、その無観客だからこその楽しみ方ができるライブになってると思うので、皆さんお見逃しなく。見逃しなく、アーカイブもね、1週間ぐらい残るということ で、 そうです、ね、このライブももちろん5日間全部たっぷりじっくり見てくれれば嬉しいなと思っているので、はい、また明日会えるのを楽しみにしています。以上、ジュエルでした。バイバーイ。またねー。バイバーイ。